皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今回はなんと初コラボの、はい、寺田家 TV の寺田祐介さんとコラボです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやーめちゃめちゃ嬉しいです。もうありがとうございます。さっき僕の方でも撮らせてもらったんですけど、いや、めっちゃ嬉しいっす。もうずっと見てるから。僕33本上がってるの全部見てるから。ほんとストーカー。いやいやいや、ストーカー。いや、ほんとにゆうすけさんの方のチャンネルでも、結構、うん、私のチャンネルで話してないこともたくさん話してるので、うん、ぜひ見てください。よろしくお願いします。じゃあ私の方から、ほんと、初対面なので、いろいろ聞きたいなと思ってます。ぜひ、何でも聞いてください。はい、何でも OK です。じゃあまず、ゆうすけさんは、なんで車椅子ですか？はい、僕は脳性麻痺っていう障害があって、生まれた時からの障害なんですよ。で、実は20歳までは歩いていて、引きずり歩き。なるほど。でも20歳の時に車椅子に乗って、そっから車椅子。へえ。じゃあ今も歩けることは歩けるのですね、ちょっとなら歩けるっていう感じですね。そうなんですね。ちなみに脳性麻痺の症状っていうんですか、なんかどんな症状なんですか？そう、これがね、自分で説明するのも結構難しくて、一言で言うと人によって全然違うんですよ。僕の場合だと脳性麻痺で首から下に全部麻痺がある、だから手も実は障害があって、で常に筋肉が張ってるというか、なるほど、緊張しちゃってるっていう感じ。だからすごく難しいんだけど、これイメージ、ずっと寒い日の朝、あじゃあめっちゃ肩こる、そうバキバキなんです実は。そう、もうだからそれがちょっと大変かなっていう。じゃあ麻痺は、麻痺っていう、まあ、単語が出てきましたけど、まあ私は麻痺してて、痛さも温度もわからないっていうのもプラスされてるんですけど、それはどうなんですか？あのね、脳の中が麻痺してるんだよね。なるほど。だどっか、ごめんね、俺アホだからあんまり詳しい医学的なの知らないんだけど、どうやら生まれた時に脳のどっかの運動神経の一部がピッてこう切れたが傷がついて、そこからの運動神経がちょっと弱くなってるから、じゃあ感覚の方は正常、正常、全部正常なんだけど、なんだろうな、 4G じゃんスマホって、はい、3G みたいな、あ若干鈍さはあるんです。 Wi-Fi が1個しかないんで、ちょっとだんだん分かりづらい、今めっちゃ分かるじゃん、あの扇が1個しかない時のめっちゃ遅いじゃんっていう、あでもじゃあちょっとラグがある、ラグがあります。へー、なるほど。だ歩く時とかも、家の中とか歩いてるんだけど、頭の中で右足歩けって言ってから、右足歩くまでにちょっとタイムラグが発生する。へー。だから右足歩いて左足歩いてっていう、これそうなんだ、ここの動きにラグが発生しますね。結構本当に疲れますね。疲れますね。だからよく昔しんどかったのが、歩いてた時に友達と会話しながら歩くのって普通じゃん。それが友達と会話しちゃうと歩くことに集中できないから、右足左足って言ってると友達と会話する余裕がない。脳性麻痺って、その勉強はできるんですか？これがね、また難しい話で、ちょっとごめんなさい、僕の話しか今日できないから、医学的なところは一回置いといて、どうやら発達障害とか、そういうのも併発する可能性はあるみたいで、うちの両親曰く発達障害も併発してるよねっていう。だから小学校4年生ぐらいまで自分の名前も書けなかったし、いろいろいろんなとこ行っちゃうし、そう、だから昔ちっちゃい頃足悪い僕が歩いて、気がついたらデパートのねパン屋さん行って、途中からジュエリーの方行ってて、全然気がつかないけど、逃げても歩き方遅いからすぐ捕まえられちゃうっていう、なるほどなるほどっていうのはありましたよ。へー、そうなんですね。まあでもまあそれはいろいろ人それぞれで、歩けない人もいるんですよね。めちゃくちゃ重い人だと、本当に体も動きづらいっ
っていう方もいらっしゃるし、すごく軽度な方だとそれこそ走れちゃう人もいたり、もうサッカーとかもできる人もいるから、なかなかその違いが、で、あ、そっか、うん、僕は中度っていう感じになるのかなって思います、ね、なるほど。でもやっぱそのサッカーとかできちゃう人たちは普段車椅子で乗ってないわけですよね、多分ね。乗ってないですね。じゃあ、ああいうヘルプマークはでもつけてる人もいるのかな。つけてる人もいたり、つけてない人もいる。あー、なるほど。でもこれ本当に、なんだろう、僕らは生まれた時からの障害なので、なんか大変な部分で言うと、僕車椅子に乗って人生変わったんですよ。そう、もう車椅子に乗ったことが僕のスーパーポジティブ人生の始まりってぐらい、乗れてよかったってぐらい移動が楽になったっていう。乗る前まではもう歩くことが大変で、もう見られるのも嫌だし、歩き方とかを、だからすごく落ち込むことが多かった。子供の時のことを聞いてもいいですか？はい、もちろんです、はい。自分が人とは違うなって思ったのはいつですか？ああ、それね、小学校の4年生、あー、4年生、それはなんで、あ、ここ違うなっていうなんかポイントってありました？やっぱり歩き方が違うっていうことを分かるようになったのが、まあ、それぐらいの年。で、僕あのその時自転車にちょっと乗れたんですよ、リハビリも兼ねて、補助輪付きの、で、小学校でみんな歩いての集団登校だけど、僕だけ自転車に乗っけてもらってて、自転車登校を一人だけしてたから、そういうところでなんかみんなと違うなみたいなのはありましたね。え、じゃあその両親から脳性麻痺だよって言われたのはいつなんですか？あのね、全然覚えてないんですよ。言われたかなってぐらい。逆にじゃあどうやってしたの？言ったっけお母さん今聞きたいぐらい。あ、それ新鮮。全然今まで一回も言われなかった、それ。え、でも自分で調べてそうなのかなみたいな感じですか、それも病院に通うようになってとか。わかった、じゃあ障害者手帳に書いてあった。あ、なるほど、分かりやすい。そうそうそう、脳性麻痺って書いてあったから、あ、俺脳性麻痺なんだみたいな感じだと思うね。小学校、中学校は普通の学校でした？あ、僕普通の学校で健常者と一緒にやってたって感じ。体育とかそういうのは？体育はね、ずっとやっぱできることはやったし、できないことはやれないで、ずっとやっぱ2だったね、5段階評価の2だから、あんまり自分の実力がこうアピールできてないっていうのは辛かったかな、当時。サッカーとかでさ、できるわけないから。そこはしんどかった。友達関係っていうのはどうでした？クラスの人とか、まあ、多分大きい学校ですよね。あ、でも名古屋の田舎なんでそんなに大きくはなかったけど、なんかその校内での自分を見る目線もそうだし、まあ、あと友達関係とか。いや、もう言っちゃっていいですか、この松田くんの話していいですか？松田くん、はい。いや、本当に、はい、ごめんね、何のこっちゃ分かんないと思いますけどあのやっぱ小学校の4年生ぐらいの時に、まあ、障害者って分かったっていう話をさっきしたじゃないですか、あれがやっぱ、みんなからお前なんで変、そんな変な歩き方じゃんみたいな、ちょっと上級生から言われるようになって、結構落ち込んじゃったんで、その時に僕野球がもともと好きだったんで、両親の影響 で野球を友達と公園とかでやってたんですけど、4年生の時に部活に入ろうってなるじゃないですか。で、野球部に入りたいと思ったんだけど、入れなかったんですよ、なんか気持ち的に。あ、はい、自分が入ったら走れないのに迷惑かけてしまうみたいな、それでずっと教室の隅で、うわ、もう無理だ、野球部無理だと思ってたら、松田くんたちが近寄ってきてくれて、寺ちゃん、野球部なんで入らないの、一緒にやろうよって言ってくれて、いや俺無理だよって言ったら、松田くんが一言、いや俺テラちゃんと野球やりたいよ、もしテラちゃんが走れないなら代わりに俺たちが走るからって言って、いいのって入れたんですよ。すごい。いや、もうマジで感謝してます。もう松田くん、田内くん、大ちゃん3人ぐらい言ってくれて、
めちゃめちゃ嬉しかったですよ、その時は。すごいですね。でもそれが後から聞いたら、うん、その代わりに走るっていうのがバッターボックスに立って打ったら誰か他の子が走ってくれるっていう感じなの。そんなルールないじゃん、うんうん、でも作ってくれたわけよ、そのルールを。すごい。そうそうそう、だから一緒に野球ができたっていう。まあ、後半は自分でファーストまで行くようにもなってたんだけど、うん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 、そこがやっぱり一番の転機というか、ポイントだったかなっていう。そっか。その人たちとはちなみに中学校は一緒なんですか？中学校も一緒です。高校は？高校は違う。じゃあ高校でまた新しいお友達を作るっていうところから始まりますよね。ああそうね。高校はね、ちょっと失敗しましたね。あんまり友達いなかったと思う。友達いなかったっていうとごめん、友達に語弊が来るんだけどやっぱり高校の時は一番思春期だったし、うん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 、落ち込んでたから、うん、一応硬式野球にその流れで入ったんだけど、うん、あまりにも練習量が違いすぎて、うんうん、もうデッドボールを、うん、要はあの硬球がここに飛んできた時に避けれない、うんうん、あーなるほど。それが悔しくて退部しちゃったっていう。その時の監督にもせっかく入ったんだから、うん、マネージャーっていう形でみんなをサポートできればいいじゃんって言われたんだけど、もうその時もう悔しかったから、選手でやりたいっていう気持ちが強かったから、もういやもうやめるっつって、うん、仲良かった友達と もうそこからあんまり喋らなくなって3年間終えるみたいな感じがありましたね。恋愛初恋とかはあるんですか？高校の時に好きな子ができたんですよ。いやでも当時車椅子乗ってないからね、うんうんうん、僕歩き方変な状態で、うん、男子校だから、うん、そもそも女子と接する機会がない、うん、文化祭とかじゃん来るとしたら。いやそれであのアプローチしようと思っても、うん、まずノウハウがないんですよ、うん、アプローチの、うん、でなんだろう、ちょ1個前1個言っていい、うん、その当時もミクシーみたいな あったじゃないですか、ね、うん、で、まあ、ウェブ上で連絡を取り合ってまず写メ交換しよう、はいはいはい、写メめっちゃ決めてたのさすごい光当ててイケメンみたいな感じにして送って、うん、かっこいいみたいに来て、うん、うわやったみたいなよしいやさかっこいい来た感じになって、うん、いざ会うっていう時に、うん、もうそれまでは結構オラオラで行っちゃってたんですよ、うんうん、俺一緒みたいな、うん、ごめんねすごい痛いと思うけどあのあどこ行く、映画館行く、うん、あ行きたい行きたい、じゃあ映画館のここここで待ち合わせしようよ、うん、で待ち合わせなんですけど気づくんですよ、あ俺脳性麻痺ってこと言ってない、あそこが一番きつくて、僕今もう見てたらめっちゃ悪いんですけど当時の、うん、ドタキャンしました。いや本当に申し訳ないです。あの時は本当に申し訳ないです。えじゃあその子はもう脳性麻痺って知らないままなんですか？知らないまま、なぜ振られたかもわからないまま、もうその前日までは明日映画館行ったら次パフェ食って、うん、その後は遊園地行こうよみたいなやっておきながら、もう本当に申し訳ないんだけど当日を迎えて怖くなっちゃってどう思われるのかみたいな、でドタキャンしたのが5、6回ございます。本当に申し訳ない。やばい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 、それは出れないよ本当に。誰も覚えてないと思うけど、もし見てたら本当にすいません。そうなんですね。そうなんです、そうか。じゃあもうそれを繰り返して、繰り返してダメだなって思って、うん、今度はじゃあ言おうってなるんです、うん、はいはいはい、先に言おうと思って、うん、ミクシーで連絡取って、うん、ごめんなさいね、出会いの道筋がミクシーしかないんだけどそうミクシーで出会った時に、うん、あのもう今度は2つ目ぐらいから、うん、あの巻物を送っちゃったんですよ。えもう LINE で言う、もうスクロール何回するんだみたいな、あのキモいやつ、そうそうそう、ごめんなさいね、キモいです
あの僕は脳性麻痺という障害があって、将来的にはこういう症状が予想されますと。だから〇〇はできるけど〇〇はできないけど、こんな僕を受け入れてくれますか。ドワーってこう、これ妻にも惹かれました。初めて喋った時、そんなやつだったんだっていう。そう、それぐらいだから自分の足にコンプレックスを持ってたからしんどかったですね。まあ、伝えることはね大切ですけど、伝え方っていうものがやっぱありますからね。もういっぱい出てくるよ、それで話せる。今まだ2個しかないけど、あと10個ぐらいあるから申し訳ない。私キモいしか言えなくて、私の印象があるから。いや全然、もうまこちゃんは一切悪くないです。あの僕が悪いので。で、初めてのお付き合いした人、うん、はあのこれ真弓の妻のね、うん、今の妻の真弓にもちゃんと伝えてるんですけど、あの大学時代、大学時代に、付き合いましたね、初めて。それはどちらから？あの飲み会で出会って、うん、であのもうその時何にもなく当然、うんうんうん、あので、その次の日にユニバ行こうよって僕から誘って、うん、あの行きましたね。ただごめんなさい、今21ぐらいの僕なんだけど、うん、めちゃめちゃさっきの通りの人間で、あの留学を控えてたんですよ、実は。その次の年から1年間イギリスに車椅子で留学に行こうと、うんうんうん、20歳の時車椅子乗ったから、うん、もう車椅子バージョンの僕なんですけど、うん、ユニバに行って、うん、もう超可愛い子だったんで、うん、告白したんですよ、うん、付き合えたんですよ、それで。おやったと思って、うん、ユニバ、よーよかったみたいな、うん、なって、ただ次の日から僕の意味の分かんない悩みが始まって、うん、あのこれから留学に行くと、この挑戦をする車椅子の僕の将来はめちゃめちゃ不安定だと、うん、そんな不安定な私とこんな子を一緒にいさせて良いのだろうかみたいな。そう、そのなんか障害者の僕と一緒にいてくれていいのだろうかみたいな謎の思考に入ってしまい、うん、その次の日から僕は気候に走ってしまうんですよ、うん、もう嫌われるしかないと。もうやばい、どうしよう、これまこちゃんに嫌われる。何したんすか。だからもうその至る所でそのちょっと嫌なやつになるというか、もうめちゃめちゃ反省してます今となっては。ほんとこじれ男子ですね。いや本当にね、もうすごい内気だったから、そう、いやあれは申し訳なかったなって今でも思ってますね。で、振られたんですか？振られましたね、すっぱりと。うん、で、1年引きずってイギリスから帰ってきてから、はいはいはい、もう一回告白したけど、当然ダメで、うん、もうバーって終わって、まあ、そんないろんなことがあって、でも、今真弓っていう奥さんに出会えたっていうのが僕のやっぱ一番の良かったところというか、本当に真弓がいなかったら今頃、のたれ死んでるんじゃないかなレベルです。そう、まあ、でも本当素敵な出会いですよね、うん、そう、小さい時のその自分がいてて、うん、もし今言うとしたら何かあります？あー、そのもう本当に小学校の時とか4年生のその自分の自我じゃないけど、なんかそういうのがもう本当に分かり始めた時に、うん、もっとこうしてた方が良かったんじゃないって言えるのありますか？でもね、意外とね、ちっちゃい頃は、うん、そこまで気にならなかったかもしれない。うん、うん、だからもうそんなに考えてなかったから、多分子供だったからね、あまりそこは深く考えなかったかな、自分が障害者であることとか、うん、それよりやっぱ高校時代だね、うん、思春期の自分に言いたいならば、うん、大丈夫だと言いたい。全体的にもう一旦大丈夫だ、とにかく命を絶つことだけはしないでほしい、うんうんうん、それぐらい落ち込んだ時もあったから、うん、だから生きていれば必ず素敵な人に巡り会えるから、うん、だからなんとか焦らなくていいから、うん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 、一歩一歩進んでほしい、立ち止まってもいいしっていう思いを今持ってます。なるほど。あともう一つ言うなら、うん、当時の自分に長文メッセージを送ったことはぶん殴りに行ってやりたいです。巻き物ね。それは巻き物ね。そう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 、うん、っていうのは思いますね。今後の目標聞いていいですか？
今後の目標、はい、今後の目標はやっぱり障害のある子どもたちが生き生きと活躍できる社会を作りたいっていうのは思います。18歳の時の僕とか何したらいいのかも分からなかったし、だからこれからは僕やそのまこちゃんとかいろんな車椅子の YouTuber 今たくさん出てきてるから YouTube で発信活動を頑張りつつ、そういうまあリアルなイベントでも頑張って、なんか障害があってもそれで生き生きと生きていける時代なんだなっていう時代にしたいですね。じゃあお互いに頑張りましょう、頑張りましょう。ありがとうございます。じゃあ今日は、ね、はい、私も本当に脳性麻痺っていうことを全然知らなくて、聞けたので、本当に私も障害者の中ね、 YouTube すると、代表みたいな感じで見られる、健常者たちから見られることがあるんですけど、本当にさまざまな人がいるんだよっていうのも、私自身も今後ちょっといろいろコラボして発信していきたいなと思います。じゃあ今後ともぜひまたよろしくよろしくお願いします。この動画がいいなと、役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと寺崎 TV のチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、一個だけ言っていいですか。どうぞ。恋愛事情のミステイクは脳性麻痺とは全く関係ありません何の因果関係もありません